カキンゲームズ。ハロー YouTube。 ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。はい、告知でございます。もうすぐそこに迫ってるんですが、はい、こちらモンストの公式サイトですね、ここに載ってるんですけど、悠々白書コラボが来ます。で、今回ヒカキンモンスト TV 生配信でこちらに挑戦します。これね、出ておりますけど、この子でございます。火だな。そう、悠々白書のね、これジンっていうキャラクターね、このジンに初見チャレンジします。今回の助っ人はギコちゃんです。心強い。その他、リエックスさんとパナエさん、放送日時は、11月17日木曜日。はい、配信開始は20時からですね、夜8時から。こちらのヒカキンゲームズ、ぜひお越しください。で、もちろんね、いつも通りオーブをかけて戦うんですが、今回も皆さんと一緒に頑張るユーザー参加型企画あります。で、今回はね、このジンなんだよね。ここに書いてあるんですけど、はい、カウント時間は、21時から21時30分までの30分間。そう、生配信は8時からですけど、みんなで周回するのは、21時からですね。このジンの究極ステージでクリアした時にもらえるメダル枚数に応じて報酬が変わります。はい、報酬はこちらですね、2000枚達成億検知3体、6000枚達成オーブ1個、1億枚達成重心玉1個、2億枚達成次回のね、陣降臨が、消費スタミナ1/2、3億枚達成で重心流1体、4億枚達成で重心流2体でございます。目指せ4億枚。で、翌日はね、村井さんがまた別のクエストに、チャレンジするみたいですね。ぜひどちらもご覧ください。詳しい内容概要欄に載せておきます。それではシャンバラ行くか。はい、昼間入っといたシャンバラです。それもフレンドがね、これサンゴのなんか使ったことない方なんだけど、これ多分いいやつだよね。シャンバラに結構フレンドさんがみんなこれになってたんで連れてきました。行きます。一回下がって上がる。ちょっとシャンバラやるのが少し久しぶりなんだよね。ちょっと苦手なんですよ、シャンバラ。シャンバラ、シンバラ、どうしようかな、これ。はいはい、倒して OK。 未だにちょっとね、こう慣れてないんだよね、シャンバラ。頑張るよー。剣取る、まあ横で上がっていこうかな。はい、剣取りーの、壊しいの、完璧いの、完璧いのではないか。ただこれで取り蘇生オッケー。で、あー、そういうことか。こういう感じでオッケー。で、龍馬で剣取って突破、完璧だな。完璧すぎるぜ。ダメージボールはね、ちょっとぐらい突っ込んでも大丈夫なんで、よーし、完璧オッケー。龍馬で剣取っとくのが大事なんだよね、これね。龍馬持ってない人はフレンドで龍馬使うと、多分このサンダーバードの処理が非常に楽なんだけど、卑弥呼ではちょっと龍馬のとこ行けなそうなんで、上の卑弥呼の方に行こう。よし、オッケー。サンダーバードさえ壊せればオッケー。縦貫しとこうかな。はい、順調だね。で、この次のあのおじいちゃんエリアが苦手なんですよね、あのおじいちゃん、科学大好きおじいちゃんみたいな人、あの方が僕苦手なんですよ。これ角度つけ目でいかないと下減速するから、こう、え、上倒せてねえ。貫通だとね、ちょっと通っただけじゃ倒せないことがあると。あー、龍馬これなくなっちゃうな、しょうがない。はい、で、右上サンダーバードだよね。これはどっちのひみちゃんかな。おじいちゃんのこの本のところでマッチショット入るんだよね、ここ。まあただ剣を持ってないので、倒して、下の卑弥呼、あ、下の卑弥呼に当てる意味ないね。あー、やばい、いや、サンゴ強え、さすが。これトリキラー M ってこれ関係してんのかな。サンゴいいわ。これはバジとこういこうかな、毒バジ。おー、来た来た来た、意地悪な動きだぜ。愛も変わらず意地悪な動きだ。
で、でもアンチダメージウォールなんだよね、このサンゴ。サンゴさん。それも SS が溜まっている。次ぐらいで撃とうかな、これ。8ターン SS だから、2回に1回撃てるってことだよね。剣、取りたいな。突破できちゃいそうだな、でも。え？おじいちゃん鳥じゃねえよな。おじいちゃん鳥じゃないのに。パパパーパーパラ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 。リョウマスワンなんだえ。まあここはサンダーバードだけ倒せばいいかな。はい。嘘。強い。さすがリョウマ。いまだにね、龍馬が使えない貴族性クエストってね、超絶爆絶で全然ないからね。優秀。剣これ2個取っちゃうな。取っちゃうよね、これね。こういけないよね。ぶつかっちゃうよね。うわー、取っちゃう。取っちゃうけど。あー、いい。クロスレーザーが当たる位置なので。はい。あー、これ上、あんま上で止まりそうな打ち方しない方がいいのか。ここサンダーバード蘇生するから。さあ、これサンゴさん使ってみるか。あ、剣持ってないからそういう意味ねえわ。これは、下の卑弥呼にも当てたいし、友情も出したいので、こうかな。うい。え？あ、シャンバラキラーなのか、そもそも。やば。そっかそっか、シャンバラって鳥系なんだ。鳥系とか言って。バジリスクがやばいので、ちょっと。はい。うわ、強い。龍馬強い。一瞬バジリスク今、ピヨピヨなったね。よし、いいぞ。で、卑弥呼で、剣は取りたい。はい。いいぞ。あー、上行きたかったね、ちょっとね。よし、クロスレーザー当たる位置。大丈夫そうだ。ちょっと、ぐだっちゃってるけども。卑弥呼と龍馬に当てなきゃいけないので、下経由してこう。よし！ OK！ 剣取りたかったけど、龍馬が剣持ってる。よし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 。おお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 手壊しましょう。そうだね、手と本当は龍馬に当てたいんだよな。ただパワーアップ、あーきついね。龍馬に当てて本当はサンダーバード倒したいんだよね。龍馬で手壊せるから龍馬んとこ行こう。へい、すげえ、シャンバラキラーなんだこれ。サンゴすごくない？メメントモリでも最適性で、シャンバラでもこれもう最適性。てか何もいねえ。これが龍馬だよね。何もいねえんだよ。笑えてくるぜ。剣を1個だけ取りたいんだよね。ただ難しい。2個取ってもいいや。ちょっと危ないので。OK。3個取らないでー！よし。すべてがちょうどいいよね。スピードとかね。龍馬さんは。はい。とにかく手のリスクを避けていく。よし、OK。半分超えた。最近ね、エデンが、サタンのおかげで簡単になったから、やっぱシャンバラの方が僕断然むずいね。これは友情で。で、次下にいるとね、卑弥呼で一気に飛ばせるんだよね。危ない危ない危ない。お！ワン、ツー、サンゴー！ワン、ツー、サンゴーなんだけど、ちょっと危ないんだよね。ゴゴゴなってんだけどさ。次の龍馬で行くっていう手もあるか。ちょっと危ないね、これ。あ、でも、卑弥呼、あ、卑弥呼がこれあれじゃん。取ってるから。あ、大丈夫だった。よし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 。で、あ、龍馬も上がってんのか。あ、龍馬も上がってましたね。ただ、卑弥呼が1体ちょっと下がっちゃってるんだよね。ここは結構、休憩ステージなんだよな。右のサンダーバード倒すにはサンゴ、どうしよう。サンゴに手壊してサンゴに当てればいいかな。こういう感じでいけば
最後真ん中のカーマ倒して、手も壊して全部壊して、オッケー、完璧で、ヒミさん下がってるけど、あ、こっちのヒミさんか。回復もしたいから安全にバジリスク倒します。よーし、オッケーオッケーオッケー、回復量完璧で、この次なんだよね、苦手なの。多分皆さん全員あそこ嫌だと思うんだけど、あそこきついよね、正直ね。ここ危ねえな、これヒミコ超無理したくない、これヒミコ無理しません。回復しよう、ちょっと。おおおお、友情強くね、やばで、あー、龍馬が、そっかそっか、上の卑弥呼に当てて、うわ強い、サンゴ強え、欲しい。やっぱキラー入ってるキャラが最近欲しいんですよね、武蔵とか。サンゴも欲しくなっちゃったよ、これ。ゴゴゴ来てるけど、別にビビる必要なし。ちょっとトリッキーショットだな、これ。剣取って戻ってきて手は触んない。あー、剣取れてねー。けど、まだターン、これ余裕あるよね、別にね。ここで超えればまた伸びるわけだから。うわー。薄く入れ。入れ。あー、壊してない壊してない、ただ剣がない。入ってみるか。あ、全然ダメなんだね、これね、入っても剣出てちょ、剣出たけどさ、ちょっとこれ危なくねえか、ちょっと危なくない、これ。これ剣取って手を壊さないっていうラインがちょっと僕にはあんま見えないんですけど、あ、大丈夫か、こういけばいっか、頼むよん。あー、よっしゃ、うーんサンゴー、ワンツーサンゴー、ナバラベスサンゴー、よし、ここだ。あー、これはいい、これはいいぞ。3体サンゴには当てたいよね。こんな感じで。うわぁ、セーフ。ただ、ひよこっちゃったぜ。バジリスク無視でももうこれでも間に合いそうだよね。バジムシでいくか、バジムシ。ほい。ひよこはいっちゃう、ひよこはいっちゃう、ちょっと待って。ダブヒヨはやべえだろ、さすがに。あ、でも次でこれ1個踏めば戻れるから位置的には悪くないのか。ただちょっと きついな、これ剣取りに行きたい。全ピヨになっちゃうぞ、おい。あ、やべえ、剣取れない。ちょっと待って、ちょっと待って、嫌な流れ、嫌な流れでもないか。これは剣だけ取って縦貫、強い強い、サンゴっていうか、サンゴの SS 使ってねえや使えよ使うタイミングが分かんないね、ちょっとね。これヒヨコ直さないとやばいな。龍馬は、これは上がってんのかな、これどっちが上がってんだ、これ。ただ龍馬は治ることに意味がある、そう私は考えます。こうやって1個踏む、はい、よし、完璧完璧完璧、ペキペキ。というかサンゴ強っ、サンゴさん強すぎっす。強キャラがどんどん生まれていくな、本当に。これは戻っておければそれでいい気がするんで、焦らずに横で戻る。あ、ただそっか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 、剣取んないとやばかったのか。ちょっと待ってよ、ちょっとやってよ、これは怖い、これはおっかなすぎる。
まあこっちはもう大丈夫だろう、入ってっちゃいます。入ってけ。よし、 OK。 でサンゴ攻撃力、あー重力乗ってんじゃん。ただ使います、反撃モード。おら、いけーサンゴー。欲しい。やばくない今の。クリティカル起きたんだけど、強すぎでしょ。勝ったね。 SS 打って剣取って帰ってくる。いや来たわ、サンゴ強すぎー。オッケー、ありがとうございました。気持ちいい。ちょっとね、運が良すぎたけどね。うわーよかった。でもこれ相当シャンバラの難易度下がるね。友情でもさ、あのサンダーバード余裕で倒せてたし、やべえ落ちないけど、うわーサンゴやべえ。はい、というわけでサンゴ強い、そして、11月17日木曜日、20時からのヒカキンモンスト TV、こちらのヒカキンゲームズでお会いしましょう。本日もご視聴ありがとうございました。バーイ。